私がトライで働き始めたきっかけは将来の夢が先生になることだからです。私は今現在大学で教職課程の授業を取っています。しかし私は工学部で教育学部ではないので、自分の教育不足のなさをどうやって補おうかなと思った時に塾講師になることを決定いたしました。私は生徒とコミュニケーションを一番大事にして、ここに教育は人なりと書いてあるように自分も生徒と信頼関係を作っていかなければならないと思いました。トライは分かりやすい授業と充実した演習が特徴なので、皆さんぜひ来てみてください。僕がやりがいを感じる瞬間は、生徒ができなかったことができるようになるときです。今までできなかった問題だとか公式ができるようになるのはとても大変なことだと思いますが、一緒に授業の中で勉強する中で今まで解けなかった問題とか分からなかった公式ができるようになるのは自分もとっても嬉しいです。授業の中では分かる、できたという感覚を大切にしていきたいと思っています。一緒に頑張りましょう。私が指導中に意識していることは、とにかく生徒にその教科に興味を持ってもらうことです。興味があまりない、学問というのはそもそも、話を聞いてもらえないことというのが多くて、自分はまず、あ、この生徒さんあんまり例えば数学がに興味がないんだなと思ったら、数学の話というよりは、今日常でその数学の知識が何に生かされているか、例えば電波をどうやって飛ばすかとかに、どう生きているのかを解説して、まずその、親しみを覚えてもらってから、その教科を学んでもらうように、努力をしています。とにかく、学問を好きになってもらって、そこから勉強を始めていくというのが大事だと思います。